なんかね、女性のそのアーティストはなんかこうタレント性のある人も多くって、美人も多くて、まあ私なんかその例外になっちゃうんだけどそのやっぱりさ、みんな間違っ、ま、勘違いしてこう寄ってくるコレクターとかもね、昔いたのよ、なんか、うんうん、女性で若いだけでなんかもうタレントだと思っちゃってて、うん、で小難しい話なんか絶対しなくて、ちょっと頭が抜けてて、あの天然かなんかで、それでまあ、 あの子供っぽい絵を描いてんだろうとか思ってる人もいるぐらいで、それで私もほら古典会場ではさ、そんなこと喋らないから、難しいことなんて作品を見てもらうだけでもう十分だから、うん、でもなんか誘われてさ、なんか6万円ぐらいのお寿司とかね、ごちそうになったことがあってさそれで、いや君が制作してる 裏には誰 なんかプロデュースしてる人がいるのかって聞くんですよ。なんかつまり、あの女性の作家はおそらく そのもの自体はさ、もうあの子として成立してないってもう鼻から思ってて、その人はおそらく制作してる背景にそれをあのこう操作しているギャラリストとか、なんか評論家とか、なんかそういうさ、ブレインみたいなのがいてやってるんじゃないかと思ってるね、その人は、うん、そうじゃなくて、あの私はこういう考え方でっていうと、なんか引いちゃって、難しいこと話すと、うん、だから、あ、やっぱり女性作家だっていうと、まあ、そういうふうに思われていて、まあそれがそれでその逆に気楽に思ってくれてね、近しい感じだと思って親しみを込めて誘ってくれるならまあいいんだけど、そう、そんな人ばっかりじゃないんだよなとは思って、こうね、あの難しいことも話すのよ私、たまに、うん、みんな引いちゃってね、あ、でまあ孤立していくというか孤独になっていくっていうかまあでもね、なんか勘違いされて嫌だなと思って、ちゃんと私なりに考えてこういうものを作ってるつもりでいるからさ、まあそれはいろんな思想背景とかあって、いろんな影響も受けてるのは間違いないんだけども、うん、でもそういう作家が他にいるのよ、あの実際女性作家だとかでも、なんか評論家にいろいろ相談して制作してたりとか、うん、コレクターとかもバックアップにいて、そのこういうの作ったらいいとか言っていたりする人もいるんだそうなのね。そういうのではないということもたまに言っていこうかなと思って面白くないって思うかもしれないし、視聴者数もその分減るかもしれないんだけど、まあいいんじゃない。ツイッターでもたまにいたよ、僕も昔見た時、要するに かわいいビジョンの女の子で、うん、割とかわいらしい絵を描いてて、うん、フォロワーが4000人ぐらいいるみたいな。そうそういたよ、もう別に。いやそれはそれでもう、いやそれで暮らしていけるんだったら売れいいことだから、うん、いいんじゃないかなと思ったんだけどまあそういう作家もいるんだけども、うん、全然そういうことには関心のない作家もいて、純粋にやってる人もいると思うね。うん、そりゃそうだと思うなのでなんか難しいよね。なんかもっとこう若い時で何も考えずにキャピキャピその YouTube をどんどんあの配信できたらよかったんだけど、私そういう年頃でもなくなっちゃったしね。うん、まあね、でもどっかでみんなつまずくんだよ結局。うん、どっかでそれつまずくっていうのは悪い意味じゃなくて、その個性が問われるんだよ。それこそ個性をちゃんと持ってやってるかっていうことがどっかで問われる場面が来るんだよ。それはそうなの。アーティストはね、だから若い時はもう必死になって頑張ってて、次々と何も考えずに作品が作れて、でまあチャンスがあってその留学なんかしちゃうと、まあ、留学先でやっぱり考えるよね、まずね、うん、日本人とはとはさ、日本人の自分って文化とかその、うん、思想背景とかさ、日本は民主主義のはずなんだけど
あれみたいな感じで、なんか自分の意思でやってることだっけみたいになってくるよね、あのアート自身も。そういうところをあのアーティスト自身が脱却していって、やっぱりこうをこうじあの確立していく、その一つのさ、あのモデルっていうかさ、あのそういうのを目に見える、うん、形にあのみんなにこう、うん、表現していくっていうか、うんうん、開示していくっていうか、うん、それを正直に出していくっていう、そういう活動は今一番やっぱり日本人に必要なことなんじゃないかなと。どんなスタイルで描くとか、そういうこと以前に、うん、そうだね。